陳に人志樹は、中華民国、中華人民共和国の政治家。立憲派、政学系の政治家で、日中間で、武力衝突が勃発すると、抗日運動を展開した。そのために、小介石の弾圧を受けた、七君子の一人としても著名である。中華人民共和国では、初代最高人民法院委員長となった。字は、平はじめ。号は高、高山。 祖籍は、石膏省加工府加工県。祖父は、祖州地府。おじは、先生学生士。父は、候補地県という地方管理の家庭に生まれる。陳一支樹は、幼年で、旧学に親しただが、後に、偏方派の思想へ傾いた。1900年、父が死去したため西安に赴き、おじの下で文書係を務めた。1903年、巨人となり、 翌年、新氏となっている。その後、陳一氏は日本に留学し、1905年9月、法政大学法政促成科で学ぶ。留学期間中に、さらに立憲派としての姿勢を強めた。1907年に帰国すると、石膏省市議局副議長、石膏領級市販学堂監督などを歴任し、立憲運動を展開している。しかし、次第に、 新朝の無能、腐敗を改めることは不可能であると認識し、陳は革命派へと転向する。侵害革命勃発後、陳一指示は革命派の石膏省と特府で警察局長に任ぜられる。1912年5月、中国同盟会に加入し、8月には、劉阿子らと南社を創設した。その後、石膏省教育士市長 参議院議員を歴任し、遠征外が皇帝即位を目論んだ時には反対運動を展開している。遠死後の1916年、北京政府司法部の秘書に任せられ、政学系の一員と目された。孫文が誤法運動を開始すると、陳人指は、公衆に向かって、これに加わり、軍政府総検察庁、検察庁に起用されている。しかし陳を含む、 政学系は次第に孫と対立した。1921年、陳は上海で政学系の帰還し、中華新報の主筆を務めている。政学系が公衆軍政府内での清掃に敗北すると、陳も北京に戻り、参議院秘書長となった。しかし、総根がまかない戦により大総統となろうとすると、陳は賄賂を拒否してゲーヤしている。その後、 石膏省で自治運動を展開した。1924年、中国国民党が解組され、孫文が国境合作と三大政策を打ち出すと、陳一支持はこれに支持を表明している。1926年7月、国民党の北伐を支援するために、陳とチョスケナリラは、祖節間三省連合自治会を結成し、北京政府派。 直霊派の孫連邦への反対運動を展開した。北伐軍が石膏を攻略すると、陳は石膏省政府政務委員秘書長に任せられる。しかし、翌1927年に上海クーデターが勃発すると、それまでの国境合作支持姿勢を疑われ、陳は国民党当局に逮捕されてしまう。間もなく釈放されたが、以後は政界で活動せず、 上海放課大学教務長や弁護士を務めた。1931年に満州事変が勃発すると、陳一指はこれに反発し、抗日運動を展開するようになる。1933年、総経令、再現媒、路人らが結成した中国民権保障同盟に、陳も加入した。1935年12月には、数等分。 章の器、東高地、馬草博倉と、上海文化界嗅国運動宣言を発表し、上海文化嗅国会を組織している。翌年1月には、上海各界嗅国連合会が、そして5月には、全国各界嗅国連合会が成立し、陳は、執行委員兼常務委員を務めた。同年7月には、陳ひと寿じの器、数ー分 当高知の4人で団結を侮取りに関するいくつかの基本条件と最低限の要求を発表し、国民党と中国共産党の双方に向けて、自らの政治姿勢を改め共同で抗日に向かうよう呼びかけた。共産党、毛沢東はこれに肯定的な評価を表明したが、国民党、小介石は、むしろ強硬な弾圧を図るようになる。 ついに同年11月23日、陳、小数に加え、李口白木、王作り寺、砂地里、資料は国民党により逮捕され、蘇州のチャンス高等法院監視所に収監された。いわゆる、七君子事件である。この逮捕には、世論が激しく反発したが、将来はあくまでも裁判により判決を下そうと、目論んだ。 しかし、露甲橋事件による日中戦争勃発を経た1937年7月31日に、ついに世論の非難に行しきれなくなった国民党により、7人は釈放されている。釈放後の陳一指示は、さらに抗日運動を展開していく。同年12月、観光で公的休防総会を結成し、その主席となった。また、 期間し、全民週刊を創刊し、翌年1938年7月には、数頭トが観光していた、公選3日間と合併して、全民公選3日間を観光した。また、数頭トー・東高知らと共に、国民参政会参政員となっている。1939年には、陳ン・ヒは、 全国各界級国連合会を代表して、公園土河浦による統一建国同士会の結成に参加した。1941年に同会が中国民主政団同盟に改組された際には、同盟内の反共派から、親友の陳や全国各界級国連合会への反発の声が上がり、最初は陳は加入できなかった。しかし翌年に加入が認められている。 1944年9月、青団同盟が中国民主同盟に改組されると、陳は中央常務委員に選出された。戦後の1945年冬には、全国各界嗅国連合会は中国人民嗅国会へと改組され、陳一指示は主席に選出された。翌1946年1月の政治協商会議に、陳も、 民名代表として出席し、国境内戦に反対を表明している。同年、民名から、反響の中国青年党、中国民主社会党が離脱、政権国民大会に出席したが、内戦反対派の陳は、民名で引き続き活動している。その後、民名は、国民党から違法団体とされ、取り締まりを受けたが、陳は、弾圧にもかかわらず、 香港などで活動を継続した。1948年9月、陳糸史と昭白糸氏は、香港から東北三省の中国共産党支配区へ、おのむき、以後、新政権設立準備活動に加わった。その後、民名の解放区への移転を表明し、9月に開催された中国人民政治協商会議に、民名を代表して出席している。この際に、 陳は、政教全国委員会副主席と、中央人民政府委員に選出された。10月、中華人民共和国が成立すると、陳人史樹は、初代最高人民法院委員長に任命されている。以後、民名主席、全国人民代表大会常務委員会、副委員長などを歴任した。1963年6月11日、北京にて病没。 去年89、ありがとうございます。